はい、どうも、ウェブサイトチャンネルです。今日も一緒に学んでいきましょう。今回のテーマはこちら。ね、HTML、CSS で影をつけたいですね。はい。まあ、ボックスシャドウを使ってですね、箱、まあ、要素なんですけども、ボックスシャドウを使って要素に影をつけるいろんな方法というのをですね、簡単に解説、まあ、紹介に近いですかね、解説していきたいなというふうに思っております。ではですね、早速いきたいなというふうに思います。ではですね、よいしょ。まあ、簡単な自己紹介載せておきますね。ではでは、もう用意してるんですよ。ボックスシャドウっていう名前のフォルダを作って、その中に HTML と CSS が入ってる。ただね、特に別に中身にまだ何かあるわけじゃないので、ここに、div、ね、p、文字って書いておきます。はい。で、これで div っていう箱の中に p で文字が入ってるっていう状態が出来上がりました。じゃあですね、スタイルシート書いていこうと思うんですけども、div に対して、縦が横幅300ピクセル。縦が300ピクセルって書いておきます。で、背景の色を、アクアラインってやつがあるので、これにしようかな。はい。アクアラインにしてみました。でも目が 見にくいな。ピカってちょっと光るので、スカイブルーにしておきますね。無難にね。こっちの方が見やすいと思います。じゃあこれ早速見てみますね。見てみると、よいしょ。こんな感じ。ね。はい。こんな感じになってます。じゃあこれにですね、ボックスシャドウをつけていこうと思います。ボックスシャドウ。はい。じゃあですね、5ピクセル、5ピクセルってやってみますね。ただ5ピクセル5ピクセルってやるとこうなるわけですよ。もうちょっとね、わかりやすくすると20ピクセルの20ピクセル。こうなるわけですよ。ね。わかりやすいと思います。はい。で、これね、ボックスシャドウってですね、すごくまあ、便利がいいわけですよね。まあ、ドロップシャドウというんですけども、影を落とすことができるんですよ。ただまあ、それをね、いろんな、なんて言うんでしょう。方法をね、使うことができるんです。まず、ここ。一番初めは、左右なんですよね。左右のとこ。ね。で、こっちが上下なんですよね。上下。だから、10。ね。これでしょ ?10、20。ね。左右、上下。になってます。はい。ということは、マイナス20のマイナス20にすると、マイナス10でいいかな。こうなるわけですよ。ね。はい。こうなるんです。はい。これがね、まず第一段階って感じですかね。はい。で、普通にただ入れただけではもうくっきり、ぼかしがないですね。影ができます。はい。で、これを、まあ、色変えることもできるんですよ。色変えたかったらね、ここに色を入れたらいいです。ここに、オレンジ。オレンジの影。ね。こういう入れ方でも別にいいですね。はい。色コードで入れる。赤の影。って感じですかね。赤影ですね。赤の影ってことはね。はい。ですね。僕は赤影あんまり知らないんですけど、ちょっと世代はだいぶずれてるのでですね。はい。よし、こんな感じ。で、今度影ってぼかしたい時あるじゃないですか。やっぱりさっきみたいに5ピクセル5ピクセルぐらいにした時にもね、濃いなーって強いなーって思いません？ね。で、これをね、このまま使いたいなーって時もあると思うんですけど、ぼかしたいなーっていう時もあると思うんですよ。はい。10の方が分かりやすいですね。はい。で、次に今からぼかします。この3つ目。1つ目、2つ目。これが左右だったでしょ？これが上下でしょ？ 3 つ目がぼかしです。ぼかし。はい。3つ目がぼかしなので、ぼけたでしょ？ぼやっと。ね。この数値を大きくすると、どんどんぼけます。ぼやっと。めっちゃぼけましたね。で、かつここにね、例えば、ちょっとグレーっぽい色をね、入れてあげると、ね、
これよく見ますよね、こんなのね。ちょっと強すぎるので、まあ5ピクセル5ピクセルぐらいにしときましょうか。ね。なんとなく見ません？こういう風なね。こんな感じの、ね、ボケっぷりを見ると思います。はい。そうですね。で、これですね。例えばこんなこともできます。こうやって0にして、0にして、バン。わかりますか？上にも、上から見た感じのボケっていうんですか？ね。上にも左にも右にも下にもなんとなくボケが入ってるんですが、見にくいですよね。ちょっと濃い色にしましょうか。あ、20にして、濃い色にしたら、ね、わかるんじゃないですか。ほら。ね。全体にボケてると言いますかですね。はい。でですね、4つ目のね、数値があるんですよ。これ3つ目の数値。ちょっと戻しますね。10の20。この状態から、4つ目の数値を入れてあげると、広がりっていうのを調整できるんですよ。ね。影の広がりっていう感じですね。はい。例えばこれを大きめに入れますね。30ピクセルってやると、広がりましたね。うわって。影がね、広がったんですよ。拡大縮小って感じです。影を拡大縮小させたっていう感じなんですよ。だから、はみ出てますよね。はみ出てます。はい。逆にマイナス30ピクセルなんてやってあげると、ああ、見えないな、もう。そうですよね。そうなりますよね、それは当然ね。はい。だからこれ10ぐらいがいいんじゃないですか。そしたらね、ちょっとシュッとちっちゃくね。さっきのね、ここよりも数値が大きいとね、どうしても、中に隠れちゃうんですよね。ちっちゃくなりすぎて。はい。縮小しすぎちゃったみたいな感じですかね。はい。で、さらにこれね、はい。色も入ってますよね。こんな感じ。はい。で、あとはですね、まあ、これでだいたい外側に影をつける方法っていうのは分かったと思うんですよ。で、この4つの数値と、なんかすごい色になってる。はい。4つの数値と、色コード、色をですね、入れてあげることで、影っていうのは、自由自在に操ることができるんですけども、まあ、さらにですね、内側に影をつけたいな、なんて時もあると思うんですよ。はい。内側に影をつけたいなと思ったら、これをインセット。インセットってしてあげると、内側って意味になります。内側。はい。これね、インセットっていうのを足してあげると、内側になります。はい。あとはですね、そうだな、これもいいんじゃないんですか。内側、ちょっと外側の影に戻しますね。これ外側。ね。で、さらに、はい。これ内側。わかりますか？内側にも外側にも影をつけたんですよ。ね。これ、間膜切り。ね。間膜切りしてあげると、内側にも外側にも、なんていうね、使い方もね、できたりとかします。これを使ってですね、まあ、いろんな、ところに影をつけていくわけですよ。例えば、そうですね。リンクをちょっとボタンにしてみますね。違う。ボタンに影をつけましょう。はい。ということで、ボタンに影をつけましょうができました。このボタンに影をつけましょうにですね、はい、よし、ボタンをディスプレイインラインブロック。ね。は
はい、横幅300ピクセル、はい、縦60ピクセル、ちょっと大きめにしますね。ラインハイトね、60ピクセル、バックグラウンドカラーゴールド、バン、くっついてるもんね、くっついてるな、ここだ、ここにマージンボトムちょっと大きめにつけて切り離しておきますね。でこれに対してなんか尺だな、もうちょっと丁寧にやるか、はい、そうだな、カラーブラック、テキストデコレーションノーン、はい、あとは真ん中に持ってくればいいので、聞かないかな、聞かない気もするけど、聞かないよね。でもここにテキストアラインセンターつけても聞かないしな。あ、聞いた聞いた、はい、できました。じゃあこれにボックスシャドウを実践編ですね、はい、そうだな、2ピクセル、2ピクセル、3ピクセルの薄い色がいいんですけども、まあ RGBA で0000.12、はい、ね、うっすらと影がついたでしょ。もうちょっとつけてもいいかもしれないので、335、ああいいじゃないですかね、はい、こうやってねボタンに影をつけましょうっていうことで、はい、つけてます。あとはね、そうですね、まあこれをこのボタンにホバーね、ホバーをつけてあげて、マウスオーバーの時にちょっと変えようみたいなことですかね。ボックスシャドウを、0、1ピクセル、1ピクセル、4ピク、3ピクセル、RGBA の00、0.1 とかにしましょうか。したらね、まあちょっとこれがもうちょっといいのできそうですけど、まあこんな感じで、マウスオーバーでね、影が変わることで、ね、わかりやすく、ね、ボタンだよってわかりやすくすることとかもね、できたりします。はい。ということでですね、今回は、ボックスシャドウをですね、影をつけるいろんな方法というのをですね、やっていきました。はい。それでは本日もここまでにしたいなというふうに思います。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。またですね、概要欄にも参考された情報を載せていますので、合わせてご覧ください。